やっていきたいと思います。ってことで早速世界のコース行ってみよう。はい、今回はスペーストラベル、謎解きギミック系。すごい、なんかいろんな国の言葉で書かれてる。スペーストラベル、宇宙旅行。50コインを9枚以上取ってからゴール。50コインを9枚以上、結構やね。でもなぜ10じゃないの。ピンボールや、ピンボール。お、な、入った。入った。50、あ、なるほど、そういうことか。50コインを9枚以上取って、あっこに鍵の元があるな。やったー、1個ゲット。やっと1個。やっと1個。そこの50コインが、あ、やったー。2枚。2枚。あ、出た。出た。ちょ、待って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 。あ、よかった。1からとかじゃなかった。今50コイン2枚。で、あっこの鍵の元必要なんじゃないかなと思うんやけど。あ、これでそこの、はい、崩れた。で、鍵の元、ゲット、したいんですけど。はい、鍵の元、ゲット。お、すごい、めっちゃコイン入ってきた。これで全てゲットってことやね。すごいやん。はい、そして、あ、鍵の元2個なんやね。オッケーオッケー。じゃあこっちにも1個あるってことや。さあ、これって。何、あのちっちゃいゴールみたいなの。ちっちゃいゴールみたいなのある。そこの、はい、これで。え、これで4枚？マジで？あ、すごい。コインも全部取れたよ。はい、そして、鍵ゲットしたから、ここね。はい、3つ目の扉。あと5つある？どっか。ちゃん、ん？そこにもまた鍵の元が必要な扉が。なんかめっちゃ怖いんですけど。あ、なんか飛び立った。飛び立ったよ。これは私は放置していたのでいいのかしら。は、は。多分これなんか途中とかにさ、50コイン出てくるんやない？なんか見落としそう、そういうの。やったー！はい、これで5つ、そこ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 、はい。これで6つ。あ、とりあえずなんか予告じゃないけど、なんかこの後、50コインクリオ的な、この流れが。あと1個！ここや。あ、よかったー！逃したかと思ったー。これであとはもうゴールするのみ。イエーイ。いいね、いいね。ゴールはどこや？ゴールはどこなんや？あ、鍵。ってことは、この鍵で入った扉の先が、ってことかな。イエーイ、10枚。10枚目ゲット。あ、よし。はい、扉。あれ？ほん？え？戻ってきたことない？え？待って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 、え？え？ちょっと待って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 、え？どういうことどういうことどういうこと、ゴールはどこ？え？ここじゃん、そこ？え？なんか今入る必要あったかな？全くわからないんだけども。え？今入る必要あった？あそこ。なんだ？わからねえ。とりあえずコースクリアー。いいね。10個ゲットしちゃったよ。はい、そして次は、ワールド6-1、モンストラウス、モン、ん？モンストラウス、マウンテンサイド。マウンテンサイドってどこ？ふもととか？ワールド 6-1、スタンダードギミック系。でもスタンダード系が一番普通にできんかったりするんやけど、私。めっちゃ辛いやつ。はい。あの、脱げた状態かわいいよね。あ、びっくりした。こっち来るかと思った。
ここは入れる？入れない。事務行為って。はい。ん？びっくりした。パックン出てくるんや。落ちる。はい。お、痛い。じゃ早く早く早く。あ、危な。いいよ。ここは入れない。さっきから微妙な場所でクリポー出てくるけんさ、全然私滑れないんすよね。こういうところね、あのスススっといけたらかっこいいんやろうけど、全く。あ、やった羽。ふー、ふわふわー。はい。よいしょー。はい。これ上なんかあるんじゃない？あれ？なんもないな。普通にこっちから行けばいいんかな。いいよ。はっ。ここも入れなさそう。こっちか。あ、まだ中間ないんやね。なるほど。もう私は、あれ？アイテム弾き飛ばす。まあ私はゴールかと思ったよ。普通に。逃したけどまあ、持ってるから、いいや。あ、コイン、コイン、コイン。なんかあるかなと思う。お、これは？なんかあるの？こっち。あ、10コイン！イェイ。やったねー。なるほど。上に行ったら10コインがあると。ちょ、早く閉じて。閉じて。閉じてって言うかな。いいよ。どん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 上に登ってくね。あ、山のふもとじゃなくって山を横から見たってことか、普通に。そのまんまか。そこ入れるんかな？入れん？全く入れない。え、これ落ちてダメなやつじゃない？ちょっと。やば。普通に落ちてった。は、よし、オッケー。痛い。しかも、コイン1個だけやった、つら。ウィー。この逆向いて滑る感じ結構好きなんやけど。いいよ。この辺でなんか。キノコ！オッケー。キノコ大事。は。いろいろと訳がわからない感じに。この上なんかない？ないんかーい。よっ。ほっ。なんか上ありそうやけど。あ、ここは羽マリオじゃないといけんところかな。よっ。あ、こっから行くんか。普通に行くところか。はい。落ちそう。はい。向こう側なんかありそうやったね。ないんかな。ちょいちょい、ちょいちょいミニパックンが、私の邪魔をする。本当にスタンダードな感じやったね。イェイ。コースクリアー。いいね。ゴールもすごいシンプルな感じやったし。こう山登りを横から見た図みたいな感じ。We will rock you, run and jump. 一発ネタ音楽系クイーン。これは CM とかで聞いたことある人も多いやつやんね。We will rock you, run and jump. Go, 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 run, jump. お、なるほど。どうすんで。めっちゃいいやん。うわー、なんかリズム崩したくないけど、崩しそう。戻らん方がいい感じかな。ラン、ゴーゴーゴー。おー、すごい。猫の音が出てくるのもいい感じやね。おー、クイーン。
応一箇所だけ取れんかったけど一箇所だけ取れんかったらめっちゃ悔いが残る感じやけど、まあ、でもリズムは崩さんかったかな。はい、コースクリア、いいね。あの一瞬がちょっとほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。最後のクイーンの歌のやつはなんかめちゃくちゃシンプルやったね。でもおーおーってなったちゃんと、まあ一瞬あれやったけど、ちゃんと演奏できたのもよかった。